と、じゃあ誘導の連鎖について見ていきましょう、ね、神経管っていうのは、ね、これ表皮ね、表皮の中に包まれて、はじめね、神経管っていう管ができるんだよね。この神経管の前方は膨らんで脳になるわけですね。これは脳で、後方は脊髄になるんですね。そして脳の左右に膨らみができて、この膨らみを眼泡というんですよ。で、これをね、正面から見てみるね、この断面をね、こう切って見てみるとね、こんな感じね、脳の両脇に眼泡がある。で、こっからで、これ周りを覆ってるのは、そうね、周りを覆ってるのは表皮ですよ。で、こっからこう表皮が覆っていて、この表皮に向かって眼泡がある命令を出すんです。この命令のことを誘導といって、この表皮に向かってどういう命令を出すかっていうと、表皮さんと、レンズ水晶体になってくれませんかっていう命令ね。これは表皮から水晶体を誘導します。誘導を行う場所を形成体って言います。そうすると表皮は、表皮から水晶体っていう構造、水晶体っていう構造が作られます。でね、眼泡はね、ペコッとへこんでね、眼杯という構造になっていきます、ね、まるでここに何かを入れて飲めそうだから眼杯、ね、間違っちゃいけないのは眼杯の杯の字はね、杯、これは杯みたいだから眼杯なんだからね、杯って書いてあるんだからね。で、次はね、さっきね表皮が命令されて水晶体を作ったんだけど、このね、水晶体が今度はまた次の命令を出すもの、形成体となって誘導していきます。眼杯には網膜を作りなさいっていう命令ね。あんた網膜を作りなさいっていう命令で、自分の外側の表皮にはあんた角膜を作りなさいって命令つまりこの誘導は眼杯から網膜で、表皮から角膜を誘導しているんですね。水晶体は次の形成体となって網膜や角膜を誘導していくんです。こんな風に命令されたものが、命令されてできたものがさらに次のものを次のものを作っていく、ね、命令が連鎖していく。眼泡の誘導によって作れた水晶体が次のリーダーとなって、また網膜を作りなさいね、角膜を作りなさいって命令していく、ね、誘導を繰り返していく。このように誘導が連鎖していくことで根ができます。誘導が連鎖していくね、次々と誘導が起こっていくことをね、文字通り誘導の連鎖って言います。こんな風に目の形成は誘導の連鎖のすごく有名な例ですからね、しっかり、ね、マスターしていきましょう、ね、誘導の連鎖、ね、誘導、そして形成体、誘導の連鎖、ね、しっかりマスターしていきましょう。